明日へつなぐ福井 SDGs。 今回は新しくなった北陸新幹線の福井駅を触って知るマップです。こちらは北陸新幹線が発着する福井駅の案内図。トイレやエレベーターの場所は点字で表記されているため、視覚に障害がある人も触ることでどこに何があるのか分かるようになっています。あ、来た。おー、すごい。ビリダダスが開けないから。こっからも私たちは行けるってことだね。わー、すごい。開業目前の新幹線福井駅のホームで作業をしていたのは、福井商業高校の畑春奈さんと藤野八重さん。福井商業高校の JRC 部ではこれまで視覚障害者向けの講習会を開くなどボランティア活動を続けてきました。ここが多目的トイレでしょ。だからこのマップ作りは畑さんの提案から実現しました。もともとボランティアの活動に興味があって、福井商業高校では視覚障害者の方々と一緒にボランティアをする機会があって、今回の福井の新幹線開業に向けて少しでも助けになったらいいなと思って、この展示のマップを作ってみたいなと思いました。この日は鉄道運輸機構の職員と一緒に構内を見て回り、改札口までの距離やエレベーターから可動式ホーム柵までの距離、それにトイレや自動販売機の位置などを詳しく書き記していきました。おー、 AED。 あ、本当 AED 大事ですね。これはエレベーターで、ここか、はい、ここに AED、 はい。この地図がもっとしっかりと完成したら、視覚障害者の方々と一緒にこの地図を見ながら、こうやって手でやっていきながらこのホームを歩いていけたらいいなって思います。さまざまな情報をマップに落とし込んだ生徒たちが訪れたのは県視聴覚障害者センター。印刷機から出てきたものが、隠してるちゃんと、おお、すごい。ハザラザラしてる。ここすごい。黒い部分が盛り上がったマップの完成。目の見えない人に触ってもらいました。あ、こちら金沢行きのホームってこと。金沢行き南側になる。ぜひ本当歩いてみたいですね。歩いて自分で確かめて、うんうん、でまたこの地図を見たら、また新たに違う、ちゃんと、あの辺が今この間歩いてたとこっていうのは分かるけど、うんうんうん、これ持って歩きましょう。そう、歩きたいですね。地図には載せきれない細かい情報は文章にして補足資料も作りました。気づきを原点に活動を広げる畑さんが明日へつなぎたいものは、視覚障害者の方々が少しでも自分らしく輝ける社会づくりのお手伝いができたらいいなと思っています。障害があるとどうしても一人で外に出るのが不安だったり、家にこもりがちだという声を聞いたので、そんな皆さんの少しでも助けになれるような活動を今後も自分で探して続けていきたいなと思っています。